1915から1925年頃エルヴィン、ニレジハージは、ハンガリーのブダペストに生まれ、アメリカのロサンゼルスで死んだピアニスト、作曲家である。ニレジハージという表記のほか、アーヴィン・ニアレジハージと表記されることもあった。性に含まれる、長母音は一つではなく二つとされる場合もある。長音記号なしの辞書も現存している。ファーストネームも、アルヴィン、アーヴィン、 エルヴィンなどと表記される。両親ともにユダヤ人で本来の名字はフリート。2歳で作曲を始めた。幼い頃からモーツァルトにも非すべき音楽的振動として注目を浴び、レーベース芸座のいるアムステルダム心理学研究所から研究の題材にされた経歴の持ち主である。驚異的なアンプ能力があり、一度聞いた曲は何年 たっても完璧に演奏する類いまれな才能に恵まれていた。しかし両親は彼を甘やかし放題に甘やかした。例えば幼い頃、彼は食事の際に自らナイフやフォークを持ったことがなかった。使用人がナイフで切って口に運んでくれたからである。俗児に煩わらされることがないように、との両親の配慮だった。1910年、リスト音楽アカデミーに入学。 レオウェーネル他に理論を、イシュトバーン・トマーンにピアノを学ぶ。1914年、家族と共に、ベルリンに移住し、エルン・ストフォンド・ホナーニに指示。1915年、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と共演し、ドイツにデビュー。1916年から、リストの時期でし、フレデリック・ラモンドに支持した。1920年、17歳の時にカーネギー・ホールで、 デビュー。これは当時カーネギーホールで演奏した芸術家としては史上最年少記録だった。数年は演奏活動を行っていたが音楽産業のペースに乗れず楽団から遠ざかりハリウッドで映画のピアニストをしていた時期もある。1930年代から人目を避けるようになりイン遁�生活に突入した。音楽界にはびこる。 商業主義への嫌悪が講じたためと言われている。長ズルに及び、彼は自分の世話もできない大人になり果てた。金銭管理能力の欠如が主たる原因である。緊急のあまりピアノすら手放すことを余儀なくされ、しまいには露房で寝る生活にまで落ちぶれた。彼は世間から忘れられてしまった。1972年に入ると、 10秒の9番目の妻の治療費を稼ぐために活動を突如再開する。もちろん、ニレジハージのテクニックは衰えており、まともに和音の打軒すらままならぬ状態であったが、少しずつその様式を評価するファンも現れ、数十年ぶりに演奏活動が波に乗ったのである。彼の演奏はもちろん若い頃と比べて確実に衰えており、その衰えた演奏を聞いた。 ウラジミール・アシュケナージは酷評した。しかし、彼が手掛けた作曲家の中には、エミール・ロベール・ブランシェの作品も含まれており、彼が弾いたことで新たに注目される。作曲家が現れたのは事実である。一説には、アルカンの作品がアメリカでリバイバルを果たしたのも、ニレジハージの演奏がきっかけとなったとさえ言われている。1978年春までに、 数枚のレコード録音を行ったが、その後、再び行方知れずとなった。1980年、日本のファンが居場所を突き止め、1980年と1982年に来日し、演奏会を開いている。死後、彼の作曲した全作品の楽譜が、遺族によって高崎芸術短期大学に寄贈され、同大学内の日本にレジハージ協会によって、 工程が進められていた。しかし、同行の後ろ身である、創造学園大学が2013年に閉校となったため、日本ニルジハージ協会も事実上活動停止に追い込まれた。2016年6月に、英国の音楽レーベルソネットクラシックスの代表者で、ある、沢渡智之が、創造学園大学のニルジハージ関連資料を譲り受け、管理に当たっている。 残されているものだけでも数百曲以上を残したが、ほとんどが出版されていない。ありがとうございます。